ロシアとウクライナの衝突は、全世界に影響を及ぼしている状態だよね。実際に人的被害が出ているわけではないが、日本も経済的な打撃は否めないよな。ガソリン代や光熱費、物価においてあらゆるものの値段が上昇しているぜ。戦いって当事国にだけ影響が出るわけじゃないもんね。そういった意味ではいろんな国が被害者になるってわけだ。そういうことだね。さて今回は、そんなロシア海軍の潜水艦が巡航ミサイル発射実験を実施したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年4月14日にロシア国防省が太平洋艦隊所属の潜水艦から巡航ミサイルの発射実験を実施し、ミサイルは日本海上に設置した標的艦を目標とした、として映像を公開したことを、ロシアのタス通信が伝えているよ。ロシア国防省の発表によれば、この巡航ミサイルはカリブルと呼ばれるもので、通常動力型潜水艦ペトロパブロフスク・カムチャツキーとボルホフの魚雷発射艦から発射したとされ、発射後日本海海上の敵艦艇を想定した標的に命中したんだって。なお、この演習にはロシア太平洋艦隊の艦艇15隻以上に航空機も参加していたとされているが、参加艦艇などの詳細は伝えられていないぜ。また、この発射実験が実施された日時も伝えられていないが、海上保安庁海洋情報部の公開安全情報 NAVAREAXI によると、3月31日及び4月13日にウラジオストク沖の日本海で、射撃訓練を実施するとの通報がロシア側からあったとされており、そのいずれかで実施されたものと思われるな。そのことからすれば今回の発射実験はアメリカや日本の動きに対する何らかの牽制と考えるよりは、予定されていた訓練を実施しただけとも考えられ、予告なしでいきなり発射される北朝鮮の弾道ミサイル発射実験とは異なるとして、日本国内のメディアに対していたずらに不安を煽るような報道は控えるべきとする声もあるんだよね。今の情勢を考えると、情報は重要になってくるから、変に印象操作されることがないようにしないとね。日本のメディアでは発射実験の目的を、ロシアのウクライナ侵略に対する経済制裁を牽制する狙いがある、と見ている向きがあるんだけど、日本海では4月12日以降アメリカ海軍のニミッツ級原子力航空母艦、エイブラハム・リンカーンを中心とする第3空母打撃群が展開しており、海上自衛隊の護衛艦今後稲妻と共同訓練を実施するなど活動しているため、その訓練に対する牽制が目的とする見方もあり、真の目的は不明だしね。発射された巡航ミサイルカリブルはロシア国内では、3M54 NATO コードネームでは SSN27 シズラーと呼ばれている巡航ミサイルで、ウクライナへの攻撃にも使用されたというよ。ロシアのノバトール設計局が開発した巡航ミサイルで、発射可能なプラットフォームが多岐にわたり潜水艦発射型クラブ S、水上発射型クラブ N 陸上発射型クラブ M に分類され、水上発射型は 3S14UKSKVLS 垂直発射システムから発射され、潜水艦発射型は 533mm 魚雷発射艦から発射されるため、ミサイル系はどのタイプも基本的に全て 533mm となっているんだって。攻撃目標別の分類では対艦攻撃、対潜水艦攻撃、対地攻撃用などのバリエーションがあり、一部の対艦型は2段式推進になっていて、このミサイルは発射後亜音速で飛行するんだけど、目標の手前 20km ほどで先端部を切り離し、これが超音速で敵艦に向かっていくことから、このミサイルは超音速対艦ミサイルとして分類されることがあるけど、射程 220km のうち敵艦手前までの 200km は亜音速巡航であるため、超音速ミサイルとは厳密には言えないとする見方もあるよ。対空防御システムの反応が遅れるなどして防御が難しい巡航ミサイルとされているけど、ロシア海軍太平洋艦隊では1月にオホーツク海などで実施した演習でも、潜水艦からカリブルの発射実験を行っていたんだ。このカリブルを魚雷発射艦から発射したペトロパブロフスク・カムチャツキーと、ボルホフはキロ型通常動力型潜水艦を改良した636型海キロ級と呼ばれているロシア海軍では最新の通常動力型潜水艦で、ペトロパブロフスク・カムチャツキーは2019年11月に、ボルホフが2020年10月に就役しており、2021年10月には3番艦のマガダンが就役して太平洋艦隊に配属され、太平洋艦隊には今後、現在建造中の同型潜水艦があと3隻追加配備される予定となっているらしいんだ。この636型潜水艦の原型であるキロ型通常動力型潜水艦は、長期間潜航が可能な原子力潜水艦と異なり、沿岸での対潜警戒が主な任務なんだけど、カリブルの運用によって水上艦や地上の目標攻撃もできるために海外へも数多く輸出されているよ。
静粛性が高いことが評価されており、ロシア海軍が運用する純正のキロ型潜水艦は特に静粛に優れているとされ、パッシブソナーによる非探知距離も500メートルと言われているんだ。改良型である636型では推進用プロペラを6翼から7翼のハイスキュード型に変更しており、これによりプロペラシャフトの回転数を半分に抑えることに成功し、騒音レベルを低減したことでさらに静粛性が高められたとされているほか、エンジンの出力を向上させたターボディーゼル機関が搭載されていて、そのことで蓄電池へのフル充電時間を約20分程度短縮することに成功しているね。ところで、日本の海上自衛隊が運用している潜水艦についても、日本政府がカリブルのような長射程巡航ミサイルを搭載することを検討していると、2021年12月30日に読売新聞が報じているよ。これは政府、自民党が保有を目指す敵基地攻撃能力を、具現化する装備の一つとして検討されているもので、長射程化を目指して開発が進められている陸上自衛隊の、人に意識地対艦誘導弾能力向上型を魚雷発射艦から発射するか、あるいは VLS 垂直発射装置を潜水艦に搭載して、いずれも水中発射する方式で検討されていると言われているんだって。人に意識地対艦誘導弾能力向上型は現在約 200km の射程を 900km まで延伸することを目指して開発が進められていて、最終的には 1500km まで延伸することが想定されていて、実現すれば日本の九州沿岸から中国の北京を射程内に収めることが可能となるようだぜ。海上自衛隊の潜水艦は魚雷発射艦から発射可能な対艦ミサイルとして、ハープーン UGM-84 を運用しており、潜水艦発射型の人に意識地対艦誘導弾能力向上型が開発されれば、現在運用中の22隻の潜水艦においてそのまま運用することができるんだけど、狭い潜水艦内の弾薬庫の容量は限られており、ミサイルを搭載することで魚雷の搭載数が減ってしまうことになってしまうよ。そこで、あらかじめミサイルを搭載した垂直発射装置 VLS を別途装備すれば、魚雷搭載数を減らさずに人に意識地対艦誘導弾能力向上型の搭載が可能となり、ミサイル発射の即応性でも有利となることから、現在最も新しい大型の設計変更や、全く新しい潜水艦を設計するコストがかかったとしても検討する価値があるんだよね。さらに軍事評論家などの間では、搭載する VLS を固定式ではなく、アメリカ海軍のバージニア級原潜で採用されている、バージニアペイロードチューブ VPT や、バージニアペイロードモジュール VPM などの、モジュールチューブ方式を採用すれば、サイズに縛られずにミサイル開発が行えるほか、特殊部隊の出撃収容用エアロックや格納庫としても活用でき、さらには無人航空機 UAV の水中発射にも活用できるとされているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録。よろしくね。今日も雑学の時間だよ。待ってました。今日は相撲に関する雑学だよ。日本の国技の相撲だけど、実はあまり知られていない雑学が多くあるんだ。まずは、力士は車の運転をすることが全面的に禁止されているんだ。力士の番付によっては運転しても良いという情報もあるけど、調べてみたところ現役力士は全員運転を禁止されているみたいだよ。なぜ車の運転を禁止されているのかというと、現役力士が過去に人身事故を起こしてしまったからという経緯もあるみたい。1985年に当時幕内だった力士が人身事故を起こしてしまったことをきっかけに、禁止されることになったみたい。ちなみに、車の運転が禁止されているだけで、免許を取得しに自動車学校へ通うことは許可されているようだよ。次に、相撲の取り組みは行司の八家酔い、残ったの掛け声で始まると思っているよね。実は行司の掛け声は取り組み開始の合図ではないんだよ。普通のスポーツはホイッスルやゴングなどの音を合図にして競技を始めるけど、相撲はお互いの呼吸があったタイミングで取り組みが始まるんだ。そのため力士はお互いの呼吸を合わせるのに集中し、自分の呼吸だけではなく、相手の呼吸もよく観察している。少しでもタイミングがずれてしまうとその立ち合いはやり直しになってしまうため、力士には相当な集中力が要求されるんだ。このように、お互いの呼吸で競技が始まるスポーツは珍しいそうで、海外の人から相撲が評価される点の一つとなっているんだ。次に、回しはどれだけ汗が染み込んでも汚れても洗わないのが習わしとされているそうなんだ。これには験担ぎの意味が込められており、水に流さないということから洗濯しないそうだよ。また、回しを洗濯すると生地が弱くなってしまうことも洗わない理由の一つだよ。ただ、洗うことはしないけど使用後には泥などをきれいに落として天日干しをして汗などを乾燥させているそうだよ。また、衛生面を考えてアルコールなどを使って消毒することもあるよ。例外的に、自分の師匠が亡くなった時にだけ回しを洗っても良いという風習もあるみたい。
次に、土俵は女人禁制だとされているけど、これは相撲がもともとは豊作を祝って神へと捧げる神事だったことが関係しているんだ。昔は豊作を司る神様に対して、屈強な男が相撲で力をぶつけ合う様子を見せて楽しませていたんだ。しかし、豊作を司る神様が女性だったことから土俵に女性をあげると神様が嫉妬してしまうという理由から、土俵を女人禁制にしたんだ。また、昔は女性が相撲を観戦することでさえ難しかったとされているよ。その理由は先ほどと同じで、相撲の場に女性がいると神様が嫉妬してしまうからだと言われている。そのため、女性の相撲観戦は千秋楽だけ許されていた時代もあったようだよ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。